ロックバンド、ジュン・スカイ・ウォーカー、ボーカルの宮田和也が11日、東京、渋谷のライブハウスで開催された自身のソロライブで一部ファンにマナー違反があったとして、ツイッターで激怒した。この日は宮田が4月より行ってきた弾き語りツアーの最終公演。ライブ終了後に宮田は、ありがとう渋谷、とファンへ感謝の気持ちをツイートしたが、その後、 最前列に二度と来て欲ししくないい人がいましたと報告ライブの雰囲気をぶち壊すやっこは来なくていいよたとえファンでもムカつきが止まらないとにかく二度と来るなと怒りをあらわにした宮田が激怒する2人のファンが具体的にどのような行為をしたのか詳細は不明だが宮田によれば俺は譜面台で気づかなかったけど メンバー一同がかなりそのクソみたいな態度に困っていて、俺的はお前ら二度と来るなって感じ。と、演者に不快感を与える行為があった模様とにかく今日のライブをぶち壊したやつらを俺は許さない。と怒りの収まらない宮田は、ライブの空気をぶっ壊すやっこは来なくていいよ。とにかく、いらない。チケットなんか売り切れなくていいんだ。その日を分かち合える楽しめるやつと楽しみたい。とぶちまけた。